大作品とされる、セイミカエルとリュウ。モンテカワドの古代彫刻、馬の調教師。ワシントンナショナルギャラリー版。ジュール・マザラン・数ー・教が所有していた、ラファエロの作品の一つ、バルダッサーレ・レカスティリオーネの肖像。五百十四年から五百十五年頃、セイギオルギウスとリュウは、世キルネサンスのイタリアの巨匠、ラファエロ・サンツヨが1五百四年から1五百五年頃に、 制作した絵画である、油彩。主題は13世紀の黄金伝説で語られているキリスト教の聖人、聖ギョルギウスの竜殺しの伝説から取られている。ウルビーノ時代の様式とフィレンツェ派の影響が見られる、初期のラファエロを代表する作品で、制作経緯や注文主については不明だが、ウルビーノの宮廷と関係が深い作品と考えられている。また、 同時期に制作された、イミカエルと竜の大作品とされている。17世紀に、ジュール・マザラン・スーキ教のコレクションを経て、フランス王室コレクションに入り、現在は両作品ともに、パリのルーブル美術館に所蔵されている。またカルトンが、ウフィツ美術館に異なるバージョンが、ワシントンのナショナルギャラリーに所蔵されている。本作品に関する最古の記録は、 ルネサンス後期のイタリアの画家、著述家のジャンパウロ・ロマッツオまで遡る。しかしそれ以前の資料が発見されていないため、本作品の制作経緯や注文主については不明のままである。ただし、いくつかの推測がされており、いずれも青年時代にラファエロが出入りしたウルビーノの宮廷と結びつけて考えられている。これらの説によると、注文主はウルビーノ公、 フェデリーコダ・モンテフェルトロの娘・ジョバンナである。彼女は青年時代のラファイロの被護者であり、ジョバンニ・デるダローベレとの間に、後のウルビーノ公、フランチェスコ・マーリアを生んだ。当時のローマ教皇アレクサンデル六世は、一族の勢力拡大に教皇権力を利用した。また息子、チェーザ・レボルジアも父に積極的に加担したため、 当時のイタリアは、戦火が絶えなかった。ウルビーノも、例外ではなく、1502年に、チェーザレ・ボルジアが、ウルビーノを征服すると、ジョバンニの息子フランチェスコはフランスに亡命し、1503年に、ルイ12世によって亡き夫と共に、セイミカイル騎士団の騎士に除された。さらにその翌年、ジョバンナの亡き父と弟、グイドバルドが、イングランド国王ヘンリー7世によって、 セイゲオルギウスを守護聖人とするガーター騎士団の勲章を授けられた。一方で、アレクサンデル6世とチェーザレ・ボルジアは1503年に原因不明の病にかかり、アレクサンデル6世は病死し、チェーザレ・ボルジアは失脚している。すると、グイドバルドは1504年に亡命先のローマでフランチェスコを養子とし、その年の9月にウルビーノに帰国して、 養子縁組を祝う式典を催した。こうした経緯から、ジョバンナは、一族の栄誉を記念するために、関係の深い戦士成人を主題とする、セイギョルギウスと竜及び、セイミカエルと竜を注文したのではないか、と言われている。ただし、注文の時期については、ガーター騎士団の勲章を授けられた時とする説と、ウルビーの帰国後の式典の時とする説がある。ラファエロはドラゴンに、 剣の一撃を加えんとするセイゲオルギウスを描いている。セイゲオルギウスは黒い甲冑を身にまとい、羽飾りのついた兜をかぶり、黒のマントをたなびかせながら白馬に起乗している。両足を跳ね上げた白馬はピンク色のバグとシンクの蔵が取り付けられている。聖人の槍はすでにバラバラに壊れ、その破片が大地の上に散らばっているが、穂先は ドラゴンの胸に突き刺さったままになっている。しかしドラゴンはなおも、セイゲオルギウスを攻撃しようとしている。背景は平和そのものであり、穏やかな緑が遠くまで広がっている。シレーヌの王女はやや離れた場所に描かれ、ドラゴンから逃れようとしている。王女の腰には白い帯があり、ドラゴンを従えて都市に帰ることが暗示されている。ウフィチ美術館の原寸大の下絵では前景に、 犠牲者の骨が描かれていたが、死体に転写用の穴が開けられていないことから、タブローの制作段階で構想を変更したことが、わかる。空間表現と風景の描写は足である、ペルジーノの影響であり、それに対して、対角線上に攻撃的なドラゴン、セイゲオルギウスと、白馬、逃げる王女を配置することで、性的な構図に躍動感を作り出している点は、 フィレンツェ派のレオナルド・ダ・ヴィンチの影響とされる。両足を跳ね上げた馬の図像は、モンテ・カバドにある双子の神ディオスクロイの古代彫刻、馬の調教師、またドラゴンや、全体の構想には、北方の画家、マルティン・ショーン・ガウラー、死体の骨は、アルブレヒト・デューラーの影響が指摘されている。本作品と、セイミカエル・トリュートの間には、パネルの形状や様式、技法に、 違いいががあるるため対品ととなすことについて若干の疑問が残るおそらく、セイミカエルとリュウが制作されたのは本作品の完成から1年、ないし2年後のことであり、従って、両作品は最初からタイとして構想されたわけではなく、時を経ずして制作された2作品が早い時期に、対作品としてみなされるようになった可能性が高い。制作年代については、 研究者の見解は1500年から1505年の間で揺れているが、フィレンツェ派の影響の度合いから、フィレンツェに移って間もない1504年から1505年頃とするのが有力である。ジャンパオロ・ロマッツォによると、ミラノの臨職で愚かな所有者が、ピアチェンサココ・アスカニオス・フォルツァに、セイ・ギョルギウスとュおよび、セイ・ミカエルと竜を売却した。 両作品は1520年代にはミラノにあったらしいことが複製の存在から判明している。その後の経緯は不明瞭をながら17世紀にはジュール・マザラン数奇鏡のコレクションとなっており枢機卿の死去から4年を経た1665年にフランス国王類14世によってラファエロのバルダサーレ・カスティリオーネの肖像やコレッジョの3作品テキツヤノ・ベチェッリオの パルドのビーナスと共に遺産相続人から購入された。その後、ルーブル美術館の設立と共に同美術館に所蔵された。ワシントンのナショナルギャラリーに異なるバージョンが所蔵されている。おそらく本作品のすぐ後に制作された。ジュール・マザラン・スーキ教のコレクションからフランス王室に入った絵画には以下のような作品がある。ありがとうございます。